スワブでは間に合わないクラリネットの水抜き技について、のクランポの技術者から言わせると水が溜まってからでは遅いらしいです。でさらに言うと水はこう飛ばすっていうよりかは実は吸った方がいいっていうこれはあの僕のあの先生のあの山本マサ先生っていう人が言ってたんですけどなのでこまた水がこう溜まったら 本当にもう口をこう、かぶせるようにしてね。で、思いっきり吸いましょう。え、これもう音が鳴るぐらい、もう本当に思いっきり吸わないと吸えないですから。で、これ吸、吸うと何がいいかっていうと、息を入れちゃうとそこに唾が戻ってって結局またそれが再発するっていう、それだけなので、なら吸った方がまだ効果的だろうっていうことです。